はい、お疲れ様です。2017年10月の14日、14時37分です。姫川さんいらっしゃい。タミヤかっこいい、そう。どういうダメージでいらっしゃい。おい、ペコちゃんいらっしゃい、こんばんは。
宮優さんはどついらっしゃい。おお、若いらっしゃい、お疲れ。お疲れ。ミニ四駆全然作ってないな、あれから。塗装が途中の状態かな。ミニ四駆は作ってないね。タミヤ T シャツだね。あ、そっかそっか。タミヤの T シャツ着てるからその話題なのか。服、選択してなくて。明日は結ヶさんの座談会だよ。どうなることやらだね。明日皆さん見に来ます？ TJ さんの枠でやるみたいですよ。TJ さんフォローしてる？座談会は、なんだ、あれで見れるよ。TJ さんの枠で見れる。じゃ少し告知をさせてください。これ、ゆいがさんのね、コミュに貼ってありますけど、配信者の本音言って委員会ということで、明日2時間やるのか。はい。放送場所は TJ さん。参加者ドレ、ワド、ヒカル、ペニー、カズグンソ、アイコ、レコ、パープル。1、2、3、4、5、6、7人。8、9か。1、2、3、4、5、6、7、8、9。どんな感じになるかね。ぜひよろしくお願いします。会社はね、6時半って書いてあるね。
一応俺のツイッターでも告知流すけどね。プッシュで流すけど。あ、見る？うん。何話すのか全然わかんないけど。どうなるか全然わかんないね。今選挙で盛り上がってんのか。さっき海江田さんすれ違ったよ。海江田さんがすれ違って、ああミニ四駆だねって言ってたよ。 はいっつって、どうもって。海江田さんがすれ違いました。車で、選挙カーで、ああミニ四駆だねっつって。企画動いてるね。なんか攻めてるよね、結ヶさん。まあいい感じでしょ、配信者として。運動会もやるしね。ああ、まあまあ、見た感じの感じ良さそうな人だったね。すごい。海江田さん、自民党？自民党から出んのかな？政党。あ、違うか。立憲民主党っていうところから出んだ。立憲民主党、民進党、いや、なんか立憲民主党っていうところから出るみたいよ。海江田さん強そうだよね。希望の党に合流できなかったり反発した人たちが立憲を立ち上げた。あ、全然わかんない、俺、政治に関しては。希望の党どうなの？希望の党は。ベーシックインカム、希望の党、なんか話題になってるんでしょ？すごいよね、この人。ということは、東京も選挙やるってこと？都知事選もやるってこと？メンバーどんな感じなんだろう。あれは急ぎすぎてるし、マニフェクトさんはめちゃくちゃですし、失速中。まあでもベーシックインカムを採用したさ、ベーシックインカムやろうよっていう党が出たのは面白いなとは思ってるけど、俺はベーシックインカムダメだと思ってるけど。希望の党少なくない人？何人いんだろう？候補者一覧。何人ぐらいいんだろいるんだね。どうなんだろうね。財源は確保できんのかな。
党を育てていた強い政党になってたかも、希望党。でもなんか今回のそのタイミングはバッチリだと思うっていうか、まあなんかうまそうだよね。その政局の読み方はうまそうな気がしたけどね。強えって感じがした。なんだっけ、このおばさん。小池さん？めちゃめちゃ賢いんでしょ、この人。どれくらい議席取るんだろう。安倍さんはまあ、だからもう絶対勝てるってことをやってるんだよね。そうだね、出来合いのもの、さっきサイゼリヤ食べに行ったけど、ファミレスか。って感じだね。ファミレスとか、まあ、弁当買ったりとか。はい、おかえり。楽しんでて。T シャツ似合わない？そう？J アラート鳴らずに。希望の党のマニフェスト読んでみようかな。憲法改正、9条を含め憲法改正議論。嘘、J アラート聞いたことないかんな。ああ、混んでた？大変だったね。ダイバーシティ。ダイバーシティってなんだろう。お台場？ポストアベノミクスってなんだろう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。今マニフェスト読んでるんだけどさ、ベーシックインカムなんか書いてないじゃん。ベーシックインカムやるんじゃなかったっけ？この党。書いてないけど。え、何だったの？ベーシックインカムやんないじゃん。さっき楓さんすれ違ったよ。ミニ四駆だねって言われた。は、はい。言うことコロコロ変わってんの？マニフェストに載ってないよ。マニフェストに載ってない。文章ですよ。やらないんだ、結局。なんだ？やらないの、結局。全然面白くねえじゃん。何にも面白くないな。え、なんだったの？まあ自民党圧勝じゃないの。やんないの？ベーシックインカム。ねえ、何これ？どうなの？文鳥はね、喋らないっすね。
やんないの？全然面白くねえじゃん。どう思う？いや、選挙、希望の党、ベーシックインカムやるんだったら面白いと思ってたけど、初めて行こうかなと思ったけど、もう興味失せたわ。よかった、読んどいて。もう興味失せた。で、選挙に行ったこと一回もないですね、僕は。人生で。どう思う？どうなの、これ。ベーシックインカムどこ行ったの？マジでどうなってんの？やらないの、結局。やんないの？なんだ、全然面白くないじゃん。話題作りだね。いや、マニフェスト読んだけど、書いてないね。偉いね、若。偉いね。偉っ。おい、カメオいらっしゃい。ちょっとがっかりな。ねえ、そうだよね。翔さんいらっしゃい。あ、東京にいるんだ。へえ。おい、タコスケさんいらっしゃい。なんかこのベーシックインカムはないがしろにされそうだな。なんかそんな気がする。騙されたよ。まあ財源は無理だろうね。健康保険削るんだったらいけそうな気はするけど。美容室いいんだ。まあね、障害者とか殺す政策だからな。自民党圧勝かな。話題作りだったね、これは。ただの。国民一人当たりの借金。国民一人当たりの借金。あのさ、若さ、政府ってさ、それをずっと繰り越し繰り越しにできるんだよ。で、今、その借金、俺は政府、なんか国民一人頭の借金っていうのがどうかと思うんだけど、返してないだけだから。自転車操業みたいにしてるだけじゃん。だから、
なんつうんだろう、国民一人頭の借金っていう例えがよくわかんないんだよな。で、もし仮に、まあ国民が返さないと仮に仮定しよう。685万だったら少ないと思うよ。だって100年で返すっつったら、1年で6万円徴収すればいいだけだよ。じゃない？希望の党の公約にあった？嘘。どこにある？どこにある？基本理念や基本文書掲載？政策について？まあ読んでるけど。消費税増税凍結。議員定数、議員報酬の削減。ポストアベノミクスの経済政策。原発ゼロ。雇用教育福祉の充実。ダイバーシティ社会の実現。地域活力と競争力の強化。憲法改正。危機管理の徹底。経済財源のところ？経済財源どこだろう？経済財源ってどこ？経済財源。経済財源ってどこ？何番？公約何番？公約何番のところ？経済財源ってどこだ？あ、書いてあるわ。2番だね。ベーシックインカム導入に低所得層の可処分所得を増やす。低所得層の可処分所得は増えないんじゃないのかな。あったわ、あったわ、割り割り。でもね、俺ね、ベーシックインカムって、若い人とかニートとかが得するって思ってる人は、もう一回勉強し直した方がいいよ。そういう人が損するっていう話とかあるんだよ。なんか、ベーシックインカムをただお金もらえるからラッキーだと思ってる人は、やばいことになるよ。むしろ何もしない人とか障害を持って働けない人を見殺しにする政策だからね。まあそういう時代っちゃ時代かな。自民党？ すげえな。自民党の支部と同じだった。後の解説と結果が楽しみ。池上彰さんの番組面白いのよ。どれくらい議席取るんだろう。面白いよね。あ、面白いよね。
希望の党。希望の党の公演ってどこでやってんだろう。アミさんはどつ。今日は何曜？14。何時だ今？15時。明日やってるかな。明日新宿東南口松山薫東京第一区。気に行こうかな。気に行く？明日希望の塔聞きに行く？希望の塔。選挙演説はつまんないよね。当たり障りのないこといかに言うかって感じだもんね。あ、でも橋本徹の選挙演説は面白くなかったやっぱ数字取るだけあるっていうか面白かったような気がするけど、うまいなと思って。選挙演説はね、当たり障りないもんね。おー、マキロワード2いらっしゃい、バカありがとう。うん、揚げ足取られないように喋らないといけないからね。面白いな、Google のさ、これ面白い。希望の塔、星 1.8 っていうのが面白い。もう戦いは始まってるんだよ。希望の塔 1.8 って、もう Google の口コミ、こういう戦いがネットの中で始まってるんだよ。すごいよね。喋りが上手い人の演説面白い。鈴木宗男聞いたけど、ああ鈴木宗男は面白いだろうな。鈴木宗男は面白いでしょ。鈴木宗男あと地元の人にすげえ愛されてるからね、あの人。北海道で揺るぎない、だからカムバックすりゃいいのにね。あの人はだから刺されただけだからね。他の党を見てみる。自由民主党、あ自民党はやっぱ高いね。 3.1 だね。自由民主党 3.1。日本人は数字に弱いからそういう数値見せられると入れるのを躊躇する。うーん、だからさ、インターネットとかでさ、あなたの政策をっつってランダムでこうアンケート答えていってさ、でそうするとあなたは何党の支持者ですって出るサイトあるじゃん。ああいうのはすごいなんかネットやって、ネットのいい文化だなと思うけどね。もう本当に原発には賛成ですか反対ですかとか、ベーシックインカム賛成ですか、質問20個ぐらい答えると、あなたは共産党員ですみたいなああいうのいいよね。えって俺共産党だったのみたいな。まあ北方領土はね、返還のチャンスはあるって言われてるけど、北海道じゃないから分かんないんだよな。その北方領土に親戚がいるとかあるのかな、いたとか。
土地を奪われたとか。ああ、まあ若い人は共産党になる、なると思うよ。だからいつも思うんだけど、俺は若い人がなんで共産党に入れないのか分かんないっていう。もうなんか共産党のダメなところは普通にやればいいのに、なんかもう反自民党みたいなポジション取りしちゃってるから、そこが良くないと思ってる。もったいない。フォローありがとう。北方領土資源が豊富なんだ。おお。どうも。共産党は完全なる反戦だよ。武器をすべて放棄することを目標にしてるんやで、いいのか。ダメだよね まあダメだよね だから裁判官って一回なったらずっと反対だって言われてるもんね。わかんないよね。まだやってるっつうか、よくわかんないけど。なんで俺が、何？やったらダメな放送。やったらダメなの。俺が放送やったら。あんまり内職放送とか言わない方がいいよ、本当に。だから嫌われんだよ、ノルさん。あ、そういうの、本当に、そういうの揶揄するの、本当にやめた方がいいと思うよ。やめな。信用できる人減るよ。言っていいことと悪いことがあると思うけど。よくないよ。なんか最近放送でよく言ってるらしくて、俺意味が分かんなかったの。本人にこの前聞いたら、なんか内職よりも儲からない配信者のことを総称らしいよ。失礼だよね。隊長って何？誰隊長って。お前に嫌われたら、いや別に人として嫌いじゃないけど、全然普通に友達だと思ってるけど、俺はリスペクトしてる部分もいっぱいあるし。だけどね、人の放送に向かってね、内職放送っていうのはね、この放送を好きな人からすると気分悪いよ。いや最近なんかね、ちゃちゃ入れてくんだよ。いや本人面白いと思ってんだよ。だけど気分良くないよって何回も言ってんだけどね、聞かないんだよね。別に俺ドルさん嫌いじゃないし、ただその最近ヘイトが集まってるのはそういうとこだよって本気で思うよ。そう、人の放送で、内職放送、自分の放送で別に言ってもそれもどうかと思うけど、それはほら自分のファンに向けて言ってるわけだからいいじゃん。みんなで内職するかって
年寄りだから忘れちゃうの。でも、やめた方がいいと思うよ。分かってない。分かってないっつうかね、俺ね、ドレさんのリスナーが嫌なのが、それを楽しんでるでしょ。質悪いんだよ。リスるなら、自分の枠でやるのも、自分でやるの、枠でやるのもどうかと思うよ。でもね、なんつうんだろう。あんまりね、なんつうんだろう。そういういじりは良くないよ。そういうのは良くない。リスペクトがないよね。別に尊敬しろって言ってるわけじゃないのよ。だけど、それを笑ってるリスナーも気分が悪いし。いや、そうそう。俺は本当に閲覧も落ちるし、相手も飛ばなくなると思うよ。ひがみで言ってるわけじゃなくて。ダメだよ、そういうこと言ったら。ダメ。だから、それが言い訳なの。俺の愛が伝わらないっていうのが言い訳なの。要はね、アンチと同じ理屈なの。要は、俺がそういう風にやって相手も飛ばせるように言ってやるんだって言うのよ。言うの、ドレさん。そういう発言する人は。いや、悪役買ってやってんのに気づかないんだって。いや、俺はそんなの求めてないって。そういう人に言うんだけど、ありがたく思えよって。そんなのありがたくも何ともないのよ。だから俺がアイテム飛ばすためのきっかけだって言うんだけど、俺とリスナーそんな甘っちょろい関係じゃないから。で、内職放送でもいいよ、別に。ただ、本気でそれを思ってるんだったら、明日それを言ってごらん。TJ さんの枠で。そんなの言い訳。もともと、誰のリスナーが言ったのかなんか言い訳。あなたの口で、あなたの指で、あなたが考えたことを発言してるんだから。ソースなんて関係ない。そんな子供みたいな言い訳は通用しないよ。あなたが自分の名前と自分の看板で発言したんだから。どこのリスナーがとか言ってんのはもうガキじゃないんだから。あなたが言ったことに対して俺は言ってんの。そんな言い訳だよ。ダメだよ。そんな子供みたいな言い訳通用しないよ。座談会で明日言ってよ。それが言えないんだったらダメだよ。明日徹底し論破してあげるよ。言論で勝負するなら言論で勝負しよう。コテンパンにしてあげるよ。俺はもともとそれでやってきたんだから。明日いいな。内職放送って。俺に向かって。俺は買ってあげるから。徹底的にやってあげるよ。ソース感食らうよ。そう、明日ゆいがさんの座談会だから、TJ さんの枠だから、1000人以上集まるでしょ。内職放送って言わないと、うちのリスナー書き込むよ。どれ、内職の話しろよって。コメント欄荒れるぜ。稼いでないやつは内職みてえな放送なんだと思ってるんだよって。本当に愛があるんだったら、本気でそれを考えてるんだったら言えるはずだよね。それ言えなかったら偽物だよ。場所によって態度と発言変えちゃうんだから。うちのリスナーは楽しみにしてるぜ、ドルさん。もう怒りと反感しか買ってないから、これ以上好感度落ちない。だったら言うべきだよ。だったら言うべきだよ。俺思うんだけどさ、って。稼いでない配信者ってバカみたいだよねって。内職みたいな金額でやってるやついるんだよねって。俺には考えられないわって。ましてや金もらってないやつもいるんだよって。ボランティアって言ってよ。徹底的に噛みついてあげるから。内職ぐらいしか稼い、俺がね、言ってるのは違うの。俺の論法は違うの、若。言ってもいいんだよ。ね。あなた自分が稼げるようになったらポジション変えたでしょっていうのが気に入らないの。俺は自分が稼げるようになってて、要は自分のコンプレックスを人に押し付けるなって話なのよ。わかる？俺は別に食えない頃から内職配信だって言いふらしてたんなら認めるけど、違うでしょ。ここ数ヶ月で言ってるから、その便所さんとかにもさ、調子乗ってるって言われるしさ。
ボランティアなんか言ってねえよ。言ってないって言っても、あなたの論理からするとそういうことになるんだよ。そう、俺はその食えてない人はいるのは事実じゃん。それを揶揄するのもまたどうかと思うけど、でしょ？だけど、そのポジションによって発言を変えるっていうのはダサいと思ってるの。俺は本物じゃないと思ってるから。別に、あとね、その自分を戒めるためにそのやるんだったらいいけど、その、なんつうんだろう、自分のポジション確保のために利用しないでほしいよね。今、調子こかねえで、いつ調子こくんだよ。違うよ。最初から調子こかないとダメでしょ、っつってんの。ポジションを変えるなっつってんの、俺は。配信始めたばっかじゃないよ。ドルさんってキャリア10年だよ。9、10年の間、9年と半年間食えてない。その立場でよく言えるなっつってんの、俺。わかる？言ってる意味。9年と半年間食えなくて、おとなしくしてて、配信者に媚びばっか売ってた人が、急に手のひら返すからふざけんなっつっての、俺は。お前よく言えるなって。お前と違って来年ないかもしれないけど、そういうのいらない。それはもう勝負だから。そんなのはいらないんだ。お前と違ってとかじゃないんだ。そういうプレッシャーの中でやってんだよ、俺らは。おめえ9年間もよく内職やってたなって話になるでしょ。でも俺はそういう論法に持ってきたくない。そこに愛はあるのかって話よ。そこに愛は。だから聞かせてもらおうじゃん。俺の愛が届かないって言うんだったら、その愛を。その愛を座談会で聞かせてもらおうじゃないか。はっきり言って俺はあんだけ、いいよ。神回の作り方教えてあげようか、ドレさん。ドレさん、神回の作り方教えてあげようか？いいよ、俺は。一枚噛んでも。ただ、あなたと違って台本書かないから。即興でぶち込むよ。覚悟しておいてね、明日。キャリアが違うんだよ。現場最前線でやってきた男は。俺はいつでも作れるよ。沸かせることできるよ。嫌われるのなんか怖くねえぞ、こっちは。そんなね、ちょっとポットで嫌われてるのなんて半端じゃないからね。爆走と同じくらい嫌われてんだよ。明日はね、6時半からだね。そうだよ。全然できちゃうよ。俺が戦ってきた相手は、フワッチじゃねえかんな。ニコ生の猛者どもとぶん殴り合ってきたんだよ。ドレさんね、無名の頃に橋本くんとか野田総理に喧嘩売って、ボロボロに全部敵に回すような行動できる。横山みどり、橋本くん、野田総理って暗黒すべてを敵に回すような行動を半年間で取れる。あなたにはできないでしょ。そして俺はやったかんね。まあ俺の方が嫌われてるよね。そう、ツイキャス TJ、6時半から。いいぜ。なんなら2時間半ずっと酒をかけ続けてあげようか。 2時間半ずっと酒をかけ続けるわけやる？ お前最低だなっつって。 いいぜ。それともノリコ88がいいか？飲んじゃ回してくるよ。 どんな神回がお望みなんだい？どんな神回が。どれにも対応できるぜ、俺は。選べ。さあ、選べ。今はいいぞ。神回求めてるぞ、リスナーは。いろんなパティーン持ってるからな。リアル初のバッキンガム、本当に無所行きになるぐらい揉めるっていうね。捨て頃があるから。何言ってんだよ、生主でしょう。
のんちゃんの拳が火を吹くよ。のんちゃん、あとグロック18も持ってるからね。いいぜ、どっからでも来いやーっていうね。オロチドッポかっこいいよね。火でも鉄砲でも持ってこいやーって。あの回し受けのシーン大好きなんだよね。矢でも鉄砲でも持ってこいやか。まあでも100万は1回稼いでみたいな。現金で100万配信で積んでみたいな。ここに100万積んでみたいね。100万の壁。あ、そうだ、ドルさんまだいる？ベヌムってどうなの？グローブ、さっきも話したんだけど、ドルさんいなくなっちゃったんだ。もういないかな？ドルさん、ブラズバ海岸。ドルさんまだいる？ベヌムのグローブってどうなの？ベヌム。もういないか。いや、明日聞こう。あっつい、指燃えた。危ねえ。今ガス入れたばっかりなんだよね。オイル入れたばっかり。大丈夫大丈夫。指が燃えた。危険のエースみたいに指が燃えてた。いやでも鉄砲での下りの後、その後左手を切断されます。いや、じゃあ、ベヌムの話してんだよ。なんで答えねえんだよ。ベヌムのグローブどう？って聞いてんの。ベヌム。ちょっと。なんで答えねえんだよ。あんた専門家でしょうがよ。総合用のブランドだけどすごくいい。なんか合成なんだけど、そう、ドレさんが使ってるブランドだと思って、グローブ買い替えようと思ってんすよ。総合用のタイのメーカーなんでしょ？これ買おうかなと思って、16オンス。これどうすかね？いいっすか？グローブ大丈夫かな？いいっすか？使えます？そう、捨て頃が終わるまでにへたらなかったらいいんですけど。これどうすかね？ 7000 円かな？これ。値段もそこそこだけど、持ちが、あ、じゃあ、これにします。ありがとうございます。ベヌムにしよう。7500円。お墨付きなら大丈夫だな。ドレさんお墨付きならこれにしよう。何色かで迷ってんだよな。あ、ベヌムにします。じゃあ、赤黒かな。赤黒にしようかな。黄色もあるんだよな。黄色はだけどイメージカラーじゃないからやめとくか。白黒もあるし。じゃあこれにしよう。さっきの赤黒にすっか。むしろ一択。あ、マジだ。そう、ベンジョさんもベヌム使ってたし、
だから、胸筋さんもベノム使ってたし。じゃあ、ベノムにしよう。値段もそんな高い、バカみたいに高いわけじゃないし。あ、了解です。ありがとうございます。いや、どれと対戦したいとか、和道と対戦したいっていう人いっぱいいるけど、勘弁してくれよって。何のために、俺ら、過疎な分主と戦わないといけないのっていう。何のメリットがあるのか教えてって思わない？向こうだけ得するマッチメイクなんか嫌だよ。お断りだよ。俺もいっぱいいるんだよ。そう。そんなさ、俺より強いやつとか、ドレさんより強いとかさ、もうわけわかんないよね。俺らのメリットも考えてくれよっていう。まあ、遊びでやってんじゃねえんだからっていう。そんな世界最強になりたかったら、お前ボクシングチャンピオンでもさ、総合格闘技でもアウトサイダーでも出てくれよっていう。そう、俺ら殴りたいだけだろっていう。で、自慢したいだけだろって。いや、俺は和道より強いんだよとか、俺どれのことボコボコにしたいんだよって言いたいだけじゃん。そう、勘弁してよっていう。俺もいっぱいメール来てんの。まず俺、プロモーターじゃねえし。だったら客呼べるさ、実力とかつけたりさ、俺がやりてえっていうような状況を作ってくれよ。なんも美味しくねえよ、そんな。それってかっこ悪いのかな？そう。俺ら有名になりたくて命張ってんだぞっていう。そう。で、命張ってんだぞっていうか、それで命削ってここまでやってきたんだよ。プライベート削ってここまでやってきたんだよ。何も差し出してなくてさ、俺の方が強えってやつを、なんで俺やんなきゃいけねえんだって本気で思うよね。バカにされてんのかなって本気で思うもん。死んでも過疎な、俺もやらないよ。だから、じゃあ、やらないよっていうか、あなたもなんで、じゃあ、ミュウツーと俺やらせようとしてんだよ。死んでも過疎なことやるか、大正解ってさ、和道大正解って言ってるけど、あなたミュウツーとマッチメイクしてるでしょ。まあ、3万円くれるんだったらやるけど、俺からしたらミュウツーなんかそんな感じだからね。なんでてめえとやんないといけねえんだよって。絡みたくもねえわ。損しかねえよ。なんでマッチメイクしたんだよ、ミュウツーなんか過疎と。ボッコボコにしてやるよ、あんなの。マジで、あれだからね、殺すかんね、俺、本当に。リングの上で人が死んだら事故だからね。おいっすー、コーヒー休憩お疲れー。ペコペコランドありがとね、アイテム。お疲れっすー。どれは確実に次の捨て頃呼ばれない。ああ、それはね、悔しいな、ヤンヤンさん。確実に呼ばれるんだな。俺もね、多分ね、確実に呼ばれると思うよ。なんでか教えてあげようか、ヤンヤンさん。これ悲しい。ヤンヤンさんからすると悔しい論理かもしれないけど、俺とどれを潰したいやつが多いんだよ。わ かる？興行として成り立っちゃうんだよ。強いかどうかじゃないんだよ。好かれてるかどうかじゃないんだよ。ドレさんをボコボコにしたいとか、和道をボコボコにしたいやつは5万といるんだよ。つまりニーズがあるんだよ。わかりる？俺らは呼ばれるよ、多分。それくらいの自信はあるぜ。でも、次に呼ばれないかどうかは負けた時だよな。いや、いかに嫌われてるか。だから、捨て頃は嫌われてるやつは有利だよな。いや、嫌われてるやつは有利だよ。そう。さらに、そう。
嘘。トレさん大丈夫なの？昨日バーで太郎ちゃんに聞いたぞ。これ大丈夫か？これリアルだぞ、これ。リップサービスなのかな？あれ？ドレさん。ドレさん、僕は次のステージに旅立とうと思います。ドレさん、さようなら。捨て頃芸人が死んだよ。調子に乗りすぎて、こうやって便所太郎さんに嫌われたんだよ。K1 で石井館長に嫌われるのと同じ行為だからね。ダメだよ、ごますんないと。便所太郎さん結構気難しいからね。ざまあ。ドレさんの枠が一つ空いたな。まあ、ドレさん、待ち目。やんやん、便所が俺を確実ださいってそう言ったんだな、なんて言ったんだろうね。どういう言い回しだったの？やんやん。確実に次の捨て頃は呼ばれないってことは、焦ってる、焦ってる。どれ、焦ってる、焦ってる。いや、ドレさんもう、干されるでしょ、確実に。捨て頃出れなかったらもうアウトなの、本人が一番分かってっかんな。いや、面白い流れになってきたな。面白いじゃん、それ。いいぞ、いいぞ。いいぞ。もっと弱いやつ呼ぼう。内緒っつって。捨て頃で輝いてリスナー増えた。だからもう出たくてしょうがないのよ、若。ドレさんは、もう捨て頃に命かけてるから。味しめちゃったから。わかる？人の放送、内職放送とか言って揶揄するようになってるんですよ。一番効くパティーンだよ。試合にも出れない。試合に出させてもらえねえんだよ。便所曰く、ドレみたいなホラ吹きで適当なやつは嫌い。いいね。あれ？これってもしかしてさ、便所さんとドレさんがやる流れなんじゃないの？これってそうなんじゃないの？これ便所太郎さんの伏線で、ドレさんとリング上がろうぜっていう伏線なのかもしれないよ。わかんないけど。いや、あのね、ドレさんの捨て頃ね、正直言ってドレリスナーだけだよ。正直、申し訳ないけど、ドレさんの試合を見たいのはドレリスナーだけなんだよ。それはね、会場にいたドレさんがね、一番わかってるんだよ。グッズが売れなかったんだもん。で、和道リスナーって、実は母体が少ないけど、知名度は多いから、和道が殴られてるところ見たいやつは、うん万人といるのよ。そう。だからね、ドレさんびっくりしてたもん。会場で俺の声のかけられ方。リア凸の多さ。声援の多さ。ドレ呼ばないってさ、つって。めちゃめちゃ聞いてるじゃん。俺のを宣伝して。何、いっちゃんの枠を。ダメだよ。人に宣伝してもらって有名になれる配信者なんかいないんだよ。ダメダメ。一番グッズ売れたの誰だろうな。やっぱ便所さんじゃないの。公式グッズ持ってたし。あと、セブンさんとかヒカルくんとか売れてたイメージだね。テルはあの時まだ母体が少なかったから売れてなかったけど。俺はまあそこそこ売れたね。そこそこ売れた。そう、ドレリスナーって実はね、人数多いように見えてね、まあ、全体の知名度取ってないから、キャスもニコ生もね、どれ誰ってなっちゃうんだよ。胃の中の蛙状態。胃の中の蛙。リア凸会とかね、そういうイベントごとやるとね、知名度がもろ出るから。そう、その時の顔を見せてあげようか。その時のドレさんのリアクションを見せてあげよう、君たちに。どんな顔するのか。こんな顔だよ。ライター4つしか売れないよって。こういう苦笑いになっちゃう。わかりる？ヒカルくんいるでしょ、ヒカルくん。いいっすね。青春っすね。ワンさん、いいっすね。って見てるでしょ。青春じゃないから。物販が売れないことを憂いてる顔だから。残念だよ。自分も和道さんでドルさん知ったわ、つって。
さ、どうなるのか。ヤンヤンが便所が漏れ、しつこいよ。しつこいよ。どんだけ聞いてるんだよ。聞きすぎだから。どんだけ焦ってんだよ。ヤンヤンが便所は確実にどれの捨て頃呼ばないって言ったら、詰めるからね、とか。聞きすぎでしょ。寝れない日々が続くね。ビンビンに聞いてるね。うん、あ、弁護さんに俺も LINE 入れとこう。ドレさんが聞いてますよ。捨て頃出さないっつったら、あたふたしてます。確実に詰めるとか。なんか、猟奇殺人が起きそうで怖いんだけど。うん、54歳、六本木在住無職。捨て頃に出れなかったからやった。などと申しており。また、被告人は、どれの深夜食堂などと名乗っており、プップクプーなどとインターネット生放送を介して、プップクプーなどとわけのわからない発言を多数繰り返していた模様。怖いぞ、うん、怖いぞ。やんや逃げて、やんや逃げて。いやいや、今すぐ逃げて、引っ越しして、うん。とりあえず捨て頃終わるまで海外に逃げて。いや、なるでしょ。捨て頃だけなんだから。捨て頃に命かけてんだから。ステータス全振りしちゃったんだもん。やばい、怖い怖い。怖い怖い。だってさ、ドレさんの放送見てて違和感感じるのがさ、あの、和道の放送はよ、あれだよ、ファッションメンヘラじゃなくてガチキチガイしかいねえんだよって笑ってたけど、お前も相当俺の放送ハマってるからなっていう。ほぼレギュラーでお前俺の放送見てんだ。確かにうちのリスナーはガチメンヘラしかいないかもしんないけど、お前もその一人だからなっていう。笑ってらんねえぞっていう。明日は我が身だから、ね、メンヘラマスターだから。パレスデュオンに詰めていくから、もう特定されてんじゃん。これはちょっとかわいそうだから消すわ。パレスデュオンはちょっとかわいそうだから消すわ。特定されてるわ。謎の女さんアイテムありがとう。ベコボコランドアイテムありがとう。アロイスさんバカありがとう。うん、怖え、ガチャンチ怖えな。さすがにかわいそうだから消したわ。もう特定終わってるんだよ。ドレさん、いや、まあそろそろ特定されてもおかしくないよね。あ、謎の女さんバーガーありがとう。いいとこ住んでんじゃねえかよ。あ、ここに住んでるんだ。なるほどね。なるほど。うん。うん。ごめんごめん、ありがとうっつって。うん。やだね。あうんの呼吸でやってかないと。おお、千代子ありがとう、アイテム。空室あるね、っつって。マジで。ちょっと待って、空室状況を調べよう。うん、生活保護受けてるところまで突き詰めたの。さすがにね、もし生活保護受けてたら、今の絶対抜けさせられてる、今の収入絶対無理だと思う。いや、あのね、生活保護この物件じゃ受けらんないよ。いくらだ、家賃 1K1。 この物件は無理、この物件は無理です。あの、生活保護じゃない、無理、あの、無理です、無理です、はっきり言って無理です。もう生活保護のプロだから、うん、この家賃だと無理。ていうかね、生活保護とかね、プライド高くて受けないタイプだよ、絶対受けない。だってもうガチガチの保守だもん、考え方、政治スタンスは。
ガッチガチの保守だもん。で、世代的にも受けないよ。生活保護はない。ここで合ってんの？なんで、なんでみんな分かったの？生活保護は受けてないよ。俺が保証するよ、それは。しかし特定中はよくわかるよな、こんなの。まあ、ツバニャンを家に入れたのが間違いだったよな。ツバニャンを入れに入れてしまったからな。あのね、過去を受けてたのはあり得るかもしれない。今はないよ。ちょっといじりたいけど、ちょっとこの話が始まった瞬間、さっきまで生きてたドルさんがトーンダウンしていなくなったからな。わかるか？川崎時代。ああ、まあまあ、あの、まあまあまあいいじゃん、それは。人には話したくない歴史もあるでしょ。そこはやめてあげようよ。耳が痛い。人にはいろんな時代があるんだよ。いいんだよ。あのね、じゃあね、俺体験談で言おうか。最も恐ろしいこと言ってあげようか。菊間亭ね、ゲロリスさんね、これね、あ、そういうことなんだって。有名に生主になるとどういうことがあるっていうか、これ本当に怖い話だよ。あのね、リスナーに公務員もいるから、わかる？日本の公務員って何パーセントぐらいいるかわかる？怖いよ。悪いことできないんだよ、俺らは。隠すなんて無理なの。そう、あーってわかるでしょ。要は内部リークの、そう、増えて、言われてみればでしょ、言われてみればでしょ。要はデータベースにアクセスできるやつがいるんだよ、市役所関係だから。例えばリスナーさんとかでも税金にすっごい詳しい人が出てくるの。税金の話題やってると税金に超詳しい人で、もうコメントで聞いたもん、あのさって、税務署員でしょってバレたっつってたもん。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうだからね、特定っていうわけじゃないんだよ、内部リークがほとんどなの。そう、税務署とかね。誰とは言わないけど、そう、いろんな人がいるのよ。だからね、あの、嘘ついてるかどうかっていうのをね、やっぱ気になるのよ、生主好きな人は。で、みんなが税務署員だったり市役署員だったら調べるでしょ、データベースアクセスできたら。で、やっぱりそういう正義みたいなのが駆り立てられて、タヌキとかニチャンに変えちゃうんだよ。英語は喋れてたよ。英語は喋れてたよ、俺生で見てるから。公安もいる、警察もいるよ。ある程度有名になったらもう隠せない、絶対に。でもやっぱり、まあ、その過去生活保護を受けてたっていうのはあんまり言わないであげてほしいかな。俺も結構それで苦労したから。それはね、やっぱりマナー守んないとダメよ。めちゃくちゃいるよ、公務員で好きな人。配信好きな人めっちゃいるよ。そりゃそうでしょ。じゃあ200人いる中で公務員が一人もいないなんてありえないじゃん。それを考えると某配信者はよく潰れないな。だからそのね、有名配信になる過程の中で絶対経験するのが、中堅の時ほどそうなんだけど、もうやめようっていう時絶対あるのよ、みんなの中で。あの、そこを乗り越えるぐらいそのタフになって帰ってくるんだよ。もうダメだってなる時あるんだよ、配信者って。あ、いいよいいよ、いいよ、大丈夫だよ、ゲロリス大丈夫だけど、あの、まあまあまあ、やりすぎないように、やっぱりその、なんだろう、そのいじるは愛がないとダメよ。だから俺はその先手で出すようにしたね、生活保護のこと、前科3犯のこと、住所、過去のこと、全部自分から先手打つの。そうするとね、その言ってること本当かどうかも伝わるんだよ、リスナーさんに。裏取る人いっぱいいるから、あ、こいつ嘘ついてないわ。
いや、叩く材料が、隠れてる材料を探してるんだよ、みんな。いや、まあそこはだから、あれだよ。キャリアが長いからわかる。この話題はまずい。ああ、ありがとう、ビッカさん。ありがとう。よろしく。配信者は有名芸能人よりめくられてるでしょう。有名税払いすぎ。いや、正直言ったら割合は悪いよ。有名税率90%ぐらいだもん。あ、戸締まりは俺もガチガチにやるようになったかな。でもね、実はね、そのいたずらとかって少ないんだよ。ユイガさんが多すぎるだけで、実はね、いたずらって少ないの。なんでかっていうと、警察に突き出されたりとか、証拠が残りやすいじゃん。俺らの場合。しかも拡散されやすいから、逮捕される確率が上がるのよ。下手ないたずらより。だから、リスナーもバカじゃないから。ここでやるのやめてくんない？詰めに行くのはっていうのは俺の枠で言わないでくんない？俺も対処しようがないから。いや、詰められたな、若い頃は。何回も詰められたもんな。警察署なんかだって未だに来るよ。何言ってんの？警察署か消防署はないんだけど、俺の場合は。警察なんか、ひどい時なんか、1週間に4回ぐらい来てたよ。全然来る来る。全然来る。ああ、まあ警察が怖くない人は、厄介だよな。警察が怖くない人はいるから、要は懲役上等の人っているんだよ。それはだから怖いよね。出た情報が一番リスク高い。情報出た直後が一番リスク高い。闇将軍追い込んでた人は怖い。いや、闇将軍、俺もう腹抱えて笑ったもんな。リアルにぶっ飛ばされるところ見てっかんな。あれはもう腹抱えて笑ったよ、本当に。しかも、1時間の間に2人来たんだよ。1時間の間に2人にガン詰めされてんだよ、リア突で。まあ、詰められるような、もう不謹慎な発言ばっかりやってたからな。闇将軍が多分 発言で不謹慎なのって、闇将軍が多分ナンバーワンだよね。そう、生主の歴史長いけどさ。こんだけ長くて、こんだけ人を怒らせる、リスナー本気で怒らせる生主見たことねえわって思ったもん。いやー、闇将軍はひどかった。闇将軍はなんか彼女できた。なんかね、闇将軍のツイッターがめちゃめちゃ面白くてね、定期的に見たくなるんだよね。闇将軍のツイッター行こうか。あれ、病気だよね。本気でなんか政治家になろうと思ってるもんな。だって田中角栄とかと何の、ねえ、何の関わりもない人生生きてるのにさ。闇将軍は人を怒らせる天才だよ、本当に。いや、政治家ガチで目指してるんだよ。頭悪すぎるでしょ。まあ、地方議員ならなんとかなるかもしれないけど。いや、病気だよな、本当に。ネットの闇は深いよ。あ、ドレさんはね、俺の放送すぐ見なくなるよ。ブラウザバックするよ。他探してごらん、多分ね、女の子の仮想枠とかにね、可愛い子ちゃんどう思うって書いてるよ、多分、今頃。ふわっちのどっかの仮想生主の可愛い女の子に、可愛い子ちゃんどう思うって絶対どっかにいるよ。多分俺の枠にはいない。それか DM 送ってるよ。いやー、すごいよな。最もひどい部類っていうか、闇が深いよな。闇将軍の闇は病気の病だよね。
ああ、そうなんだ、株ニート。いや、ドレさんの先手の打ち方はすごいよね。ほんとどんだけ網張ってるんだって思うもん。なんか特別なプログラムを持ってるんじゃないかって思うよね。なんかアルゴリズム解析で可愛い子特定ツールとかあんのかな。びっくりする、どこにでもいるもんね、ほんとに。おい、トトありがとう。うわ、すげえすげえすげえ。6万5000円買ったの？え、何言ったの？おめでとう。あ、花火ありがとうございます。金梅さんの枠にいた。あ、金梅兄やんのところにいんだ。闇将軍だね。闇将軍。あ、金梅さんのところにいるって、ゲロリス。どれどれ。あ、ほんとだ、いた。いたいた。他のところで、うん、他のところで打ってるわ。ハーデスとジャグラーか。あー、追い打ちで勝ってハーデスで大勝ちして、でちょろっと帰りにジャグラー、まあ枚数整えようみたいな感じで。あー、でもね、そうなんだよね、パチンコ勝ってもつまらないよね。そう、まあまあ勝ちはいいじゃん。なんかお嬢さんにさ、うまいもん食わせてあげるとかさ、なんかねえ。ねえ。まあだからね、俺思うんだけど、パチンコやってもいいけど、やっぱ2時間とか3時間とか気晴らしで打つのがいいね。2時間ぐらいかな。やっぱハマってね、一日中パチ屋にいるってよくない？肩殺し。それよりも、ちょろっと気晴らして、もう5000円ぐらいとか1万円ぐらいやったらもう帰るっていうのが一番いいよ。だから仕事帰りとかにやるのはいいかもしんないよ。うん、へえ、フリーズからの7揃え。俺、ハーデスとかゴッド打たないから分かんないんだよね。今日は外食だ。うん、まあまあ、お小遣いの中でやる分にはね、誰にも迷惑かかんないから。お、タイムセール、招き猫。あ、招き猫か。告知。ていうか、招き猫常習アイテム化すればいいのにね。なんでタイムセールなんだろう。やっぱ売りたくないのかな、還元率高いから。 65% 還元だからね。長時間いると頭も耳も痛くなるよね。最近ヘッドホンつけていってるもん俺。っていうかさっきすごかったんだよ。ナユタがさ、ナユタが釈迦に向かって、友達だ友達だっつって追っかけて、もうカゴからバーンって飛び出て、クエ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 って言ったら釈迦がビビって、ブワーって。ダメかもしんない。釈迦リーダーにならないかも。もうナユタにビビりまくってて、ナユタがもう活発で、ナユタがすごいもう枠飛び越えて、遊んで遊んでみたいになってて面白かった。釈迦はもうずっと逃げてて、なんかしょぼーんってしてて。ナユタかわいいよ。釈迦がもう全然コミュ障なの。なんかもう変なのがいるっつって。全然もう、ナユタはもう遊んで遊んでって箱から出てくんのよ。で、餌も減りが早い。ナユタは全然釈迦と違う。もう、ちびっこいんだけど、やんちゃだし、なんだろう。人懐っこいね。釈迦よりも人懐っこいかもしれない。釈迦はね、どちらかっていうとね、デリケート。女の子。ナユタが男だったらいいんだけどな。ナユタがすごいね、部屋に慣れたんだと思う。一泊して。昨日はね、ずーっとおとなしかったけど、今日はもうナユタ暴れまくってるよ。のんちゃん大爆笑だよ。ね。ナユタを、ちょっとこっち持ってきて。のんちゃんがかね、もう可愛くてね、昨日からね、寝れない。なゆた見たい、なゆた見たいって。なゆた？なゆたいるよ。見る。そっかそっか。わかんないか。ああ。ああ。もう俺の顔完全に覚えたよね。餌くれる人って。元気になってるでしょ。これがなゆた。
そうそうそう。何言った。餌欲しい。いや、もう袋パンパンだから、さっきあげたばっかり、1時にあげたから、もう一回あげて、今日は終わりかな。もう俺の顔見たら餌くれるの分かってるの。あ、餌の人だ、餌の人だって。ダメだな。完全に顔を覚えられたわ。あゆたに完全に。餌あげたよ。餌袋入ってるな。餌袋入ってるよ。あの、なんか海みたいなの溜まってるのが餌袋で、そこに泡がいっぱい入ってるじゃん。餌あげてるよ。2時間おきぐらい、3時間おきぐらいかな。うん、かわいいな、ゆた。なあ、ゆた。ああ、餌欲しいの。文鳥だよ。文鳥。文鳥のひな。いや、だから俺の指くわえるもん、こうやって、ほら。加えるでしょ。さあ、鳴き声が半端じゃなくガン泣きするから、うん、タバコだからナエタ奥に入れてるよ、うん、のんちゃんのベッドルームの方に隠してる。わかったわかったよ。餌欲しくてしょうがない。そのピント合わせようか。ヒント、焦点。この辺かな？この辺か。ピントあった？うん。餌入ってるでしょ？その黄色いさ、塊が餌袋の左右にあるぞ。まだ餌入ってる。これがなくなったらあげるん。さっきパンパンになるまであげたから。めちゃめちゃ可愛いね。ふわっちポイントを使うときどうしてますか？僕は、ペックスにしてますね。ペックスで 1ヶ月に1回バーって引き出してますね。うん、あと、まあ、たまに、アマゾンポイントとか、なんだ、ポイントカードとかにしたりする時もあります。例えば、ニコ生やろうと思って、iTunes カードとか、ウェブマネーとかに変えたりとか。まあ、ほとんど現金だね、俺は。うん、すっごい人懐っこいね。で、ワンパク？ナエタは。ナエタはめっちゃワンパクだね。釈迦の半分ぐらいしかない。いや、もう寝てご飯食べて、寝てご飯食べての繰り返し。だって指の大きさ、ナエタ。ご飯じゃないよ、ナユ。ナエタ、ご飯じゃないよ。ご飯食べたでしょ？餌袋に入ってるでしょ、今。ダメだ。もう餌くれる人だと思ってるから、お母さん餌をくださいっていうね。さっき羽についたうんち拾ってあげたけど、いっぱいうんちしていっぱいご飯食べてる、うん、でまあね、今食べるのと寝るのが仕事だから。ベックスすぐできましたよ。な、楽天銀行がないとダメ。たたき屋さん、楽天銀行とペックスが最強、うん、10万円引き出すのに50円しか手数料かかんないから最高ですよ。リアルタイムでお金が手に入る。だから今3万円必要だなと思ったらペックスにお金入れて、で1分後にはペックスにあって、ペックスから楽天銀行にするの。手数料1回50円だから、10万円まではだいたい5分ですぐお金引き出せます。楽天銀行を持ってればペックス最強って言われてる。楽天銀行じゃないと時間がかかる。言ったかわいい。そうそうそう、ペックス便利だよ。手数料は50円だね。そう、ペックスから楽天に入れるのに10万円までが50円かかる。早く羽生えてくるといいな、ナエタ。かわいい。恐ろしくかわいいよな。
ナユタ男の子になってくれるといいけどな、メスっぽいんだよな、可愛いよね、赤ちゃんだよね、もう本当に赤ちゃん。でもねすごいよ、あのなんつうの、ジャンプして飛び跳ねてあのカゴから出てくるよ。さっき釈迦ここ飛び越えたかんね、これ。うん。首がほら飛び越えるでしょ、ほら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 、飛び越えた飛び越えた飛び越えた、ナユタ飛び越えた、怖い怖い怖い、ナユタまだ赤ちゃんなんだから、ナユタダメよ、ナユタ、うん、ナユタ恐竜だよな、ほんと完全に恐竜だよ、どう猛、だからダチョウみたいだな、すごいでしょ、恐竜だよ、なんかゴジラみたいなもんだよ、ゴジラ第二形態みたいな。そう、これで釈迦がビビって、お前やめろよっつって、怪獣だよね、ダメダメダメ、ナユタまだ歩けないから、はい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 、おとなしくね、はい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 、いいか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 、ナユタ俺の顔見るとうるさいからダメだ、ナユタのんちゃん頼んだ、ナユタをごめんもう俺の顔見たらダメだずっとあのテンションでガン泣きするから、さすがにさすがにダメだわ、うん、かわいそう、かわいいね、もしよかったらナユタに餌あげてるタイムシフト、今日のやつが残ってるから見てみて、ナユタをちゃんと見たい人はナユタの枠があるから、タイムシフトにね、ナユタ枠 YouTube にもアップする予定だからさ、うん、文章ナユタっていう、うん、1時間丸々もうナユタと遊んでる枠、超かわいいっすよ、トトさん、もうナユタ定点カメラやったけど超かわいかった。まだオスかメスか分かるのは半年後っすね、半年っていうか3ヶ月4ヶ月ぐらいから半年遅くて、うんうん、楽天銀行を作る時もペックスも一緒に作れますか、別々の会社なんで、楽天銀行を作るのとペックスを作るのは別の作業です。要はペックスはツタヤカードとかそういうのと一緒だから、なんかその申請をしないと、だからペックスも楽天も同時に別の会社ごとにやっておかないとダメや。で楽天銀行は、2週間ぐらいかかります。手元にカードが届くまで。でも絶対やった方がいい。楽天銀行早く作った方がいい。いや、TS 見て、もうお子さんいくつかわかんないですけど、多分、ファンになりますよ、お子さんも。ナユタの枠は。消化はいいよ。多分、買いたいって言っちゃうだろうけど。砂肝じゃねえよ、ロータス。ナユタになったの。砂肝って呼ぶな。うん。候補1が砂肝だったんだよね、カタカナでナユタだね、うん、第一候補砂肝だったんだけど、うん、7歳だ、じゃあちょうど一緒に見てもいいかもしれないですね、ナユタ。いや寝るっつうか目閉じておとなしくモフモフしてる感じ。タイムシフトはどうやって見るの？俺のプロフィールページから飛べるよ。放送が終わったら。フォローしてる？フォローしてないと、検索難しいかもね。フォローしておいて、俺のことフォローしておいて、俺の放送が終わったらタイムシフト携帯から見れます。PEX、うん、はどこで作れるんです？すいません、PEX っていうサイトで作るんですよ。PEX っていうサイトがあるの。で、サイトでアカウントを作るってことね。だから、PEX を作るっていうのは、PEX はインターネットのポイントサイトだからすぐ作れる。5分ぐらいで。俺は配信見ないっす、ほとんど。配信は全然見ないっすよ。うん。うん。そうかはいいよな、ユタ。
アイテムありがとう、たたき屋さん。ありがとうね。いやいや、少ないとか多いとかじゃなくて、お気持ちが嬉しいです。ピックスで検索してごらん。すぐ出てくるから。やっぱね、企画とかに配信者はお金使いたい時とかもあるから、リスナーさんからお金いただいてね、すぐもらえるように。後ろの小鳥は、ナユタがでっかくなったバージョン、釈迦だね。釈迦。要は、大人になるとこういう風になるの。そう、真っ白いスズメみたいな鳥。そう、後ろの小鳥の子供ではないんだけど、血は繋がってないんだけど、この子がメスで、卵を産みたい、卵を産みたいって発情してるから、じゃあ来年に向けて、ちょっと小鳥、オスかメスかわかんないけど、賭けで、ちょっと買ってみようかって。で、もしオスが生まれたら、つがいになったら卵を産むから。そう。そしたら面白いじゃん。じゃあ子供ね、5匹ぐらい生まれるから、そんで、リスナーさんがもし欲しい人いたら譲って、育ててもらおうかなとか思ってて。ジョーズナンバー2だね。ナイター買ったよ。うん。ナイター買った。今がシーズンなの。秋は。10月ぐらいが、ちょうど今ぐらいがね、もうあと1週間で終わっちゃうけど、ペットショップに行ったら売ってますよ。シーズンです、今。いやー、つがいになったらね、もう可愛がってくれる人で、もし文鳥飼いたいっていう人がいたら、え、なんか悩んだ吠えてない？大丈夫？あ、そう、釈迦と会話し始めたんだよね。釈迦が泣くとナユタが泣くの。ただね、ナユタが泣いても釈迦はビビるだけの。すごい関係性でしょ。釈迦がピーって言うとナユタがギャーって言うんだけど、釈迦は黙るんだよ。お前じゃないって。和道さんと話してるんだ。そう、ナユタが餌くれじゃないんだよね。釈迦の言葉だけなんか会話しようっつう。ナユタは釈迦に興味津々の。釈迦がね、ナユタ嫌いなの。複雑な関係だよ。そう、ほら変な鳴き方してるでしょ。ギュ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 って、怪獣みたいな。あ、会話してる。釈迦、会話してる。ほら、すごいすごい。すごい、聞こえる？聞こえる？すごくない？会話してる。ギューギュー言ってんのがナユタ。すごいすごいすごい。こんばんは、アリス。すごくない？釈迦と、会話してるよ。いやー、なんかほっこりする。よかった。会話してる会話してる。ちょっとさ、これカーテンめくってあげてさ、ナユタと会話させてあげてよ、釈迦。向こうに友達いるよ、釈迦。ナユタになったよ。ナユタ。うん。あー、やってるやってる。あー、よかった。うん、俺のね、餌くれとは違うもんね。こっちは雨ですよ。はい、今日は雨です。降ってるよ。あー、よかった、嬉しいわ。友達になったね。あー、よかった。仲良くなってつがいになったらさらに嬉しいけどね。のんちゃん、部屋の温度何度？暑くね？暑い。会話してるね。今初めてだよ、こんな会話したの。あー、ありがとう。なゆたんにありがとう。ペコポコランドありがとうございます、花火。ありがとうね。なゆたんね、まだ、おー、トトさんもありがとう。相手、おー、トトさん、おー、なんだなんだ。どうした？ありがとうございます。
行ってらっしゃい。うん、お迎え行ってらっしゃい。またね。仲良くなったね。コミュニケーション取り始めた。いや、嬉しいな。仲良くなってくれるといいね。若干釈迦の方がね、怖がってるんだよね。今コミュニケーション取ってる。もしつがいだったらね、同じカゴの中に育てられるから。ちょっと釈迦のカゴは小さいから新しくしないとな。鳥カゴ、鳥カゴ自分で作ってもいいなとも思ってるけど、のんちゃんは反対派なんだ。既製品の方がいいんじゃないつって。いや、あのね、ナユタの方はびっくりしてないの。いや、ちっこい方ね。ナユタの方はシャカシャカっつってもう枠飛び越えて遊ぼう遊ぼうってやるんだけど、シャカがもう怖いっつって飛んでいっちゃうの。和道さん、シャカナユタ。シャカ姉さん。そうそうそう、そういう感じ。俺に興味があるのがシャカで、シャカを好きなのがナユタ。で、ナユタからすると、和道はもう餌くれる人。俺が、もう俺の顔見た瞬間、餌だ、餌だ、餌だって。来た来た来たーみたいな、もう暴れ回るの、うん、いや、おすすめっすよ、響さん。まあ水をちゃんと毎日変えたりとか、ただ温度管理が大変ですね。あの鳥かごとか、あのお風呂とか一式揃えるとだいたい1万5000円ぐらいで、毎月の餌代はね1000円ぐらい、1000円もいかないな、2ヶ月で1000円ぐらいかな。あの最初に鳥かご買うのと、その電球とかそのヒーターみたいなのが必要なの。響さんがどこの地方に住んでるか、寒いところダメで、暖房効いてるなら大丈夫だけど。ああ、ありがとうね、ペコポコランド。うん、頑張るよ。ありがとうね、仕事頑張ってね。フンはね、全く匂いはない。とにかく匂いはゼロ。鳥自体もうんこ自体にもないで、正直服とかに、まあこれがうんこだね。例えばここのキーボードのここ見てほしいんだけど、ちょっと待ってね。キーボードのここについてるのがうんこなんだけど、水拭きしたらすぐ取れる。で、服とかもティッシュですって気づいた時に取ったら取れるけど、これうんこの跡なんだけど、水でパーッと拭いたらすぐ取れます。ニコ生ね、今やってないから、昔やってただけなのよ。ニコ生最近やってないっす。YouTube に昔の動画がいっぱい残ってんじゃない。フンとかは全然気にならない。ただうんこは管理はできない。鳥は軽くするためにずっとうんこし続けるから、10分おきくらいにうんこする。ただ匂い臭くはないけど、衣服とかにつくよ。まあで、残らないけど、まあ汚いよね。だからパッて拭いてあげるの癖つければ。あ、まあ、関東だったら、そのヒーター、冬場はヒーター買ってあげれば。では、で、あの、電話で問い合わせればいいんだよ。ペットショップとかに、いろんなところで電話かけて。あの、文鳥欲しいんですけど、販売してますかって。出かける人はダメなのと、あと、ひなから飼うんだったら、あの、家にずっといられる人、4時間おきに餌入れないといけないから。4時間おきのはずだったのに、2時間3時間で餌袋からなくなってたから、手はかかるよ。で、自分でご飯食べ始めたのは楽だね。釈迦がそうだったんだけど、ただ自分で餌付けした方がもう手の中で寝たりとかベタベタになる。ただ手間はかかるけど懐くね。あのね、オスとメス選べないんですよ。そう、これ文鳥あるあるなんだけど、ヒナの段階でプロのブリーダーでも見抜けないって言われてるの。だからナユタは本当はつがいにしたくて、オスだといいなと思ったんだけど、多分メスで、もう3ヶ月4ヶ月育てて蓋開けて、急になんかそのぐずりって言うんだけど、歌を歌ったりとかジャンプとかダンスとかを始めるのがオスなの。要はあのピョンピョンピョンって跳ねたりとか、クークチョ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 クみたいな歌い出すのよ。ピー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 ピョ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 ピーみたいな、
要は発情した時にオスが歌ったりダンスしたりする。でメスの方はお尻プル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 震わせんの、うん、エナジードリンク美味しいっすよモンスター。手をかけた方が懐く、早い方が。ただ手間暇はかかる。その餌もそのお湯に溶かして注射器でこうザーってやんないといけないから。で今その白文鳥だったら外国産ないんだって。もう日本産、メイドインジャパンの生粋のナユタは手に乗っかってる。もう個体差がすごい。だからペットショップでその複数いるんなら見て手乗せる子かとか確認した方がいい。乗せてもいいですかって。懐かない子はもう全然懐かない。まあ子供の頃から飼ってたらほぼの確率で懐くけど、うん、そう個体差が激しいから、もうナユタとシャカ見てても全然違くて面白いの。だからもうそれは運だね。運とペットショップ巡り合いだよね。縁だよ。言うこと聞かなくても責任持って帰るかだよな。うん、俺はほら2匹目だから育てるの、もう慣れてたから、あこの子大丈夫だってなったけど、シャカはやっぱ苦労したもん。喧嘩もしたもん、思いっきり噛みつかれて。いやあのね、身体的にも分かるんだけど見分けがつきづらいね。どれくらいつきづらいかっていうと、まああの行動で分かる。行動でくちばしの色とかが違うんだけど、多分ね普通の人は分かんないと思うよ。ちょっと待ってね。これ見て分かんないでしょ。これ見てどっちがオスかメスか分かんないでしょ。これくらい変わんない。簡単に言うとこれくらいの差。こっちがオスなの、こっちがメス。文鳥飼ってる人は 100% 分かんのよ。もう何年か飼ってる人、こっちが 100% オスなので、こっちが 100% メスなの。分かんないでしょ。合ってるよね、あのリカちゃん合ってるよね。これがオスだよね、これがオスだよね。多分ね、リカちゃんも見抜ける。リカちゃんは文鳥もう大好きだから。ナユタにしたよ。うん、嬉しい。カトランの案だからね。ナユタ。今会話してるでしょ。わかんないでしょ。まずここがもっこりしてるの。で、こっちはシャープなのね、少し。こっちがもっこりしてる。あと、アイリングって言うんだけど、目が赤いの。目の縁が。こっち少し薄いの。これでオスだってわかるね。そう。要は目の縁の色と盛り上がりとその膨らみっていうか大きさっていうのかな。この子がオスかメスかって言ったらメスなんだよ。難しいよ。で、ヒナの時なんかもっとわかんない。これはね、こっち側がオスかな。これオス。これメス。こっちがオス。こっちがメス。こっちがオス。こっちがメス。オスの方がピンクが赤が濃いの分かる。色合いがこっちより色合い濃いでしょ。で目の周りのリングが濃い。よく見ないと難しい。でヒナになるとどれくらい難しいかっていうと、これくらい難しい。要はくちばしの色が分からないので、アイリングも真っ白なの。だから見分けがつかないのよ。これ分かる。要はヒナの時はね、アイリングの色も違うし、なんかくちばしの色が赤、ピンク色に染まってないから、なんだこれみたいな。だからブリーダーでも無理。要は羽の色とか変わったりとか、子供の時はもう見分けがつかない。俺らでもわかんない。でも大体その予想で、ナユタは多分メスだろうって言ってる。多分ね。それでももうなんか勘の域だよね。難しいよ。オスメス選べないと思ってください。3,4 ヶ月かな。要は大人になる生え変わりがあるんだけど、子供の時の毛が全部ボロボロに抜けんので、病気みたいにハゲ散らかすのよ。
で、全部が生まれ変わるの、羽が。体が大きくなって。で、その時成長になるんだけど、それで大体わかるかな。あともう、その、行動でわかる。半年ぐらいかな。半年経ったらわかるかな。でもまあ、オスもメスも可愛いよ。俺はオス育ててみたいけど。で、文鳥の中にも種類っていうか、なんかこう、いろいろあるのよ。それが楽しいね。そうそう、脱皮っていうか、羽は生え変わりの時期をトヤって言うんだけど、釈迦が今それなのね。季節の変わり目で、その、羽が生え変わる。ひなから育てないと、まず絶対懐かない。うん。まず、前提条件としてヒナから育てるっていう。で、早ければ早いほど手間かかるけど、もうベタベタに懐く。だから多分、ナヤタはもう、釈迦以上にベタベタに懐くと思う。育て方間違えなければ。いや、喧嘩したりとか嫌な思いしなければね。ナヤタは人懐っこいね。釈迦も人懐っこいけどね。釈迦はあと頭がいい。めちゃめちゃ賢い、釈迦は。ナヤタはね、多分バカだと思う。行動を見てる限りだとすごいやんちゃで、ちょっと頭悪い。でも可愛いね。結構好奇心旺盛。あー、レッサーパンダとか可愛いよね。そうそう、犬とか猫にもあるでしょ。冬毛とか夏毛とかあるでしょ。ああいう感じね。そうそうそう。全くその通りですよ。レッサーパンダ可愛いな。でも文鳥長生きだからあれだよ、長い目で見ないと大変よ。毎日取り替えないといけないから。だいたいね、外出するときとか旅行行くときはだいたい600円とか800円で、あの病院とかペットショップが預かってくれるところあるけど、家族みんなで面倒を見れるとか。俺旅配信の時大変だもん。たくみさんとかのんちゃんに預かってもらってるけどさ、あの毎日世話できるか、預けられる信頼できる人がいるか、近くにペットショップがあるとか、その辺の条件が整えばまあ大丈夫だね。北海道は無理だね。もう暖房ガンガンに焚いてても、まあ多分入荷しないだろうな。多分寒すぎるよね、死んじゃう。東南アジアとかだから、もともとが。カトランのねアイディア、ナユタはやっぱり可愛いから。カトランありがとうね、アイディア。名付け親名乗っていいよカトラン。俺がナユタの名をつけたって言っていいよ、この枠で。鳥で文鳥以外におすすめってあるかい？俺はもう圧倒的文鳥。もう、インコとかも可愛いし分かるんだけど、もう俺は文鳥以外ないね。もうだってもう完璧だと思ってるもん。なんかその、もう、可愛い、頭がいい。餌代がかからない、手間がかからない、なんつうの、もうそのむしろね、ペット界ナンバーワンだと思ってるぐらいだね。それくらい親バカだよ。昔おじいさん飼ってたから興味ある。俺も可愛く思えるよね。だねえ、カトラも愛情を持つよね。フクロウはいいよ。フクロウはいいけど餌代すごいかかるし、あの冷凍庫にあれだよ、ネズミじゃなくてミミズか、ネズミか、ネズミの死骸入れとかないとダメだよ。フクロウは縁起がいいし、ただ結構かかるよ餌代。フクロウはまあでもあのどこの国でももういいって言われてる。猛禽類は肉食うから、ネズミのさ死骸のその肉をずっと冷凍庫に何個も入れとかないと。
や文章はパーフェクトだよ本当に。まあ袋も買いたいけどね、便所さん見ててかっこいいなとか思うけど、ちょっと部屋が狭すぎるなこの家だと。やっぱ一軒家ぐらいとか、まあでっかいマンション住んでるとかじゃないとな。あとやっぱり肉食うのは臭いと思うよ、若干。鷹を腕から飛ばすやつも良くない、なんて言うんだっけ、鷹狩りじゃないの、鷹狩り。鷹、うん、はもう鷹は無理だよ、手袋つけてなかったら腕がっつりいかれちゃうぐらい握力あるから。あの革の手袋つけないと腕持ってかれるよ、ザクッて殺せるからね。あ、ミミズくかったんだ、いいね、鷹匠かっこいいよね、いいよね。じゃあ俺は一旦ちょっと、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。